はい、右。前方50、左。はい、50、左。右だの、左だの。夏は暖房、冬は冷房か。まったく敵さんもいないのにこんなのやってらんないよ。愛してるよ。早く行きな。おいおいおい。坂田、早くしろ。大正体をこの位置に展開させ。坂田、止まれ。前方天板、行きな。逃げるバカね。バカ野郎。止まれ。止まるんだ。止まれ坂田。止まるんだ。なんで俺がこんなことしなきゃいけねえんだよ。しかもこんなやつと一緒に。しかしわざわざ領職班に志願してくるとは、お前もう本当にめでたいやつだよ。だってここならもう走らなくていいしさ。それに一日中食べ物に囲まれてんだもん。だったらさっさと自衛隊辞めてその辺の大衆食堂で働けよ。僕には僕のプライドがある。お前のどこにプライドがあるんだよ。あるのは 99% の脂肪だけだろ。残りの 1% は血液と脳みそ。皿洗い3週間の坂田君よりはマシだと思うけど。坂田君、朝子ちゃん。浅野山荘でしょ。それより坂田君、戦車に乗ってたんじゃなかったっけ。実はですね、あ、実は俺コックになるのが子供の頃からの夢だったんだ。ここなら目いっぱい俺の力を発揮できると思ってね。偉いのね。それより雅子ちゃんこそどうしてここに。ちょっと仕事でね。実は私、習志野の第一空挺団の広報班に配属されたの。あ、こちらは同僚の立花山荘と松島市長よ。こんにちは。こんにちは。坂田です。坂田光雄です。僕河合です。習志野に来ることがあったら遊びに来てね。歓迎するわよ。じゃあお仕事頑張って。第一空挺団？おい、まだ勉強してたのか。はい。あゆねんと、シュラップなるぞ。頑張れよ。
小隊長、こんなところで待機している場合じゃないです。全部隊を持って直ちに突撃を敢行すべきです。お前バカか。俺たちはな、援護部隊なんだよ。奇襲攻撃は空挺の野郎に任せておきゃいいんだよ。空挺突撃、いやドイツ軍の石膏3名が谷を渡ってきたぞ。連合軍がシリ島作戦においてドイツ軍に撤退を許してしまったのは突撃時期の失敗でもなく補給能力でもない。だとしたら迅速に敵の退路を遮断する作戦、つまり空挺部隊の存在だ。最近の諸君の頑張りには私も大変感服しておる。そこで今回空挺要員をこの中隊から一人出すことになった。誰か希望者はおらんか。最強の部隊を目指す強者はおらんか。おい、中隊長呼んでんのか。はい。おお、吉川、行ってくれるか。俺やはり同じ価値観の方が良いと思いますの。同感です。私スカイダイビングをたしなみますの。間宮さんのご趣味は。あ、いや偶然ですね。私もスカイダイビング。まあ素敵。Yo, brother! I am a rapper! いつも陽気に刈り上げラッパー。君のハートに発射したい。俺たちはいつだって発射したい。そう、空挺なんて、空挺なんて、空挺なんて引くわけないじゃん。当たり！うっそ。山荘は君が演習に行ってる間に空挺団に転属になったぞ。空挺団に。君が送り続けていた恋文、可燃物と一緒に捨てていい？ぜひ私に行かせてください。おお、あの空挺団に自ら志願するとは、坂田も中隊の鏡だな。よろしくお願いします。これでやっと我が中隊の海が取り除かれたってことか。同感します。坂田一志です。着隊しました。ご苦労、ついてきたまえ。1、2、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 1、
坂田一等陸士はこの度基本工科課程に入校することになりました。坂田くんがこの広き大空を自由に駆け巡るのが子供の頃からの夢だったんだ。偉いのね、自ら厳しい道を選ぶなんて。坂田くんは見直しちゃったな。でもコックになるのが夢じゃなかったっけ。手に行動するな。ここは君の部屋だ。ありがとうございます。先輩、トシ、お前も空挺に。ヘリのパイロットは。うん、勉強のしすぎで視力ガタ落ちでさ、適性検査一発で不合格になっちゃった。そうか。それより先輩こそなんで空挺に。戦車の一台を爆破させてしもたんか。バカ野郎。優秀な自衛官なら最終的にこの部隊にたどり着くのが常識だろ。その通りだ。精鋭無比な空挺隊員になり、この国を守るのが日本男児としての任務だ。どうせ女のキスでも追っかけてきたんだろ。ありがとうございました。坂田班長。なんでお前がここに。班長こそ。班長。班長。ああ。班長。班長。班長。この一年、本当に平和な毎日だったのに、お前たちは疫病神か。疫病神で悪かったっすね。出なきゃ悪魔だ。何悪魔。ほら、もうせっかくみんな揃ったんだしさ、いつものやつやろう。よし。さあ、ほら、サッカー部、エルコの分断リーグ、ハゲセンド、静かにしとけ。君たち、A 内は静かにするものだ。そんなに騒ぎたかったら演習場に行ってやってくれ。ちなみに、私は学生長楠木兄である。以上。なんだあいつ。確実、機敏、最新、大胆、共同。これが空挺団における降下の心構えだ。いいか、ここでは一瞬の油断が即死を意味する。我が精鋭無比なる空挺が必要としているのは貴様らの首から下だけだ。ヘリクスで凝り固まった脳みそはどぶにでも捨ててこい。貴様らの首から上はただの帽子掛けだと思え。それからこの訓練期間中、階級もクソもない。それが空挺のしきたりだ。たとえ将校さんでもな。貴様か、渡辺というやつは。以上だ。長介、学生長。はい。長介、上がれ。鬼塚巌総長、40歳、独身。通称泣く子も黙る鬼の源。渡る部隊は鬼ばかりか。柔道6段、空手5段、銃剣道7段の強者だ。武闘大会ではアサリの源とも言われてる。アサリの源。各大会の優勝トロフィーをことごとく漁っていくからだ。まるでディスコで女の子漁っていく先輩みたいで。そうそう、前にいた私の部隊でも鬼塚総長の武勇伝は有名でした。彼の趣味は町に出てヤクザをぶちのめし金バッジを取り上げることだって。嘘だろ。いや、本当。